再現度100点、呪術回戦実写 CM 出演、綾野剛美のある更新調子を顔イケメンが大沸騰。芥見ゲゲ氏による大人げ漫画、呪術回戦終映者、最新27巻の発売を記念し、7月4日に公開された PR 動画がネット上で話題をさらっている。コミックス発売日当日の0時に、ジャンプチャンネルの公式 YouTube に投稿されたのは、 懐かしの CM シリーズ、ファンタ学園のパロディームービー。3年 J 組超人先生というタイトル、わずか24秒の動画でありながら、公開から1日で急上昇ランク1位を獲得し、早くも200万回再生に迫る勢いとなっている。動画に登場するのは、高は文彦と下等すぐるという呪術回戦、内で人気の高い2キャラクターです。 高輪はお笑い芸人でありながら、最強と歌われる五条悟にも対抗し得るという独自の術式を所持している人物で作品後半のキーマンとして活躍。動画では26歳の俳優、熊木野祐夢さんが高輪役を演じており、特徴的なもみ上げや半身があらわになったヒーローコスチュームといった見た目だけでなく、細かな表情やテンション、声や動きまでがむちゃくちゃイメージ通り、 全てが完璧、と称賛を浴びています。女性誌ライター。さらに、下刀役を演じた俳優の再現度の高さもファンに衝撃を与えている。額に縫い目のある下車姿と影のある佇まいが魅力的な下刀は、中途半端な再現では熱い原作ファンから集中放火を浴びかねない、作品内でもトップクラスの人気を誇るキャラクターです。しかし、 今回の動画を見た原作ファンからは、再エンド100点だった。下等すぐるって実在したんだ。下刀にそっくりな塩化をイケメン俳優よく見つけてきたな。といった手放しの絶賛が寄せられています。夏油を演じているのは、映画、東京リベンジャーズ2やドラマ、パリピ孔明、フジテレビ系などに出演した24歳の村田奈さんで、 クールなキレ長の瞳と178センチの長身スラリとしたスタイルが目を引く、注目の若手俳優です。下等の俳優さんから、綾野剛ゴ感じられてハッピーといった声もあり、さっぱりした塩顔の系譜を継ぐニューカマアイメン言えるでしょう。これを機に一気に注目度が上がり、メディアで目にする機会が増えるかもしれませんね。全土 下等姿のオフショットを載せた村田のインスタグラムには、早速国内外の原作ファンから熱烈コメントが殺到。セリフは二言、わずか三秒ほどの登場時間でありながら、この度のムービー出演で強烈なインパクトを与えたことが伺える。二次元キャラクターの再現性やイメージギャップの観点でこれまでたびたび議論を巻き起こしてきた漫画アニメの実写化だが、 このクオリティなら原作ファンも納得させられるのかも。呪術廻戦実写 CM 出演の綾野剛美のある高身長潮顔イケメンが再現度100点とネットで大沸騰中。ファンの裾野が広がること間違いなし。